アスチャンネルをご覧の皆さん、明日に輝く星をつかめ。どうもこんにちは、星のアスカです。はい、皆さんお元気でしょうか。今日はですね、最近ファンの方にいただきましたプレゼントをちょっとご紹介していきたいと思います。今回のは毎月個人撮影会をちょっと行っていまして、その時にいただいたちょっとプレゼントの方をご紹介していきたいと思います。はい、では早速行ってみましょう。レッツスタート。では早速ご紹介していきたいと思います。まず一つ目なんですけれども、食べ物になります。クワトロさんのバームクーヘンプレーン味になります。甘いものを何度もご紹介させていただいている通り、甘いものは大好きです。ずいぶん前にチョコレート味は食べたことがありました。こちらをいただきました。ありがとうございます。すごい赤い包装で可愛いです。じゃあ続いてご紹介します。こういった袋をいただきました。キャンペアーズ、キャンプアーズ、はい、なんか袋の中にいろんなものが入っていました。あ、マスクですね。あ、すごい、なにこれ、面白い。3種類あります。1つ目、企業コラボマスクですね。バルカワオレンジ、あ、風船ガムとコラボしてる、はい、マスクですね。おー、すごい、すごいですね。あともう1種類が小梅、あ、小梅さんの、はい、企業コラボマスク、おー、すごい。あとはちょっと終わりましたが、ハロウィンですね、ハロウィンマスクもありますね。すごい。露出効果、接触冷感、抗菌防臭などね、UV カット、手洗い OK ってね、たくさんいいことばっかり書いてありますね。おー、素晴らしい。ちょっと一つつけてみようかな。じゃあ小梅さん、あ、こんな感じです。すごい、うん、あ、あれ取れたちょっと待ってくださいね。あー、こんな感じ、少しだけちょっと大きめだったかな。あ、でもつけれますね。なんかフィット感がすごいあります。はい、おー、ありがとうございます。こちらマスク、まあ、マスクはね、なんかいくつあってもこう今の時期は食べれるのですごく助かりますね。ありがとうございます。じゃあ次はですね、お、来ました、カードキャプターさくらちゃんのお人形です。かわいいなんかタグもすごくかわいいですね。ぬいぐるみマスコット木の本さくら、はい、かわいい、いただきました。ちょっとこれで一緒にレリーズと言って遊びたいと思います。かわいい、お、ちゃんとさくらちゃんの髪型にもなってます。ありがとうございました。これもさくらちゃんですね。カードキャプターさくらクリアカード編デカラバス、ラバストラップ、あー、シャオランくんとさくらちゃん、これはちなみになんかアクアのカードをね捕まえた時の衣装だと思いますね。いやー、結構ねこういうのは大切に保管してしまうタイプなので、その私のコレクションの一部にさせていただきますね。はい、かわいい、見てください、こんな感じです。これもありがとうございます、大切にします。いやー、かわいい、やっぱりこうさくらちゃんのねグッズをプレゼントしてくださる方が多かったり、すごい嬉しいです。あ、こちらもさくらちゃんです。缶ミラーですね、はい、ミラーになってます。缶バッジ風に前が缶で後ろが鏡になっているそうですね。こういうのだったら使用できそうですね。かわいい、おー、自分が映ってる、もうそれはそうですね、鏡だからねちょっと大切に使いたいと思います。ありがとうございます。お、なんだこれは、わー、かわいい、おー、かわいいですよ、なんかお花がついてます、すごいかわいいです。これは何が入っているのでしょうか。開けます、おー、こんな感じですかねおー、なにこれ、おー、わ、なんかすごいボックス、ディアモンドローズ、はい、なんか A ってマークもありますね。おー、すごい、なにこれ、おー、中にすごい可愛いバラが入ってます。ラメ入りのローズ、ダイヤモンドローズってそういう意味なのかな。バラとダイヤモンドの美しさ、すごい、なんかカードも入っていました。引き出しもついてますね。下も。お
ー素敵、かわいい。なんかすごい、下の引き出しを開けたらかわいいハートのネックレスが入ってました。かわいいです。おーすごい、こんな綺麗なバラ初めて見ました。あれかな、プリザードフラワーですよね多分。いや可愛かったです。プレゼントをくださった皆さん本当にいつもありがとうございます。またアスチャンネルの方でもちょっといただいたりしたものをご紹介させていただきたいと思います。いかがだったでしょうか。それでは、最後に、私の人生の座右の銘は、人に優しくすること、人を幸せにすること、そして素敵なギフトで皆さんに奇跡をお配りすることです。いいなと思っていただいたらチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。そしてグッドボタンもぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたね、バイバーイ。